皆さんこんばんはね、PM です。皆さんお久しぶりです。今回、今回ですね、新しくお迎えしたこちらの、カブトニオイですね。カブトニオイガメの、雌雄の判別をちょっと説明をしていこうかなっていうふうに思いました。説明というか、自分がこのカブトニオイガメをお迎えしたんですけど、今日。で、その時にカブトニオイって今ね、普通に販売されている亀で、特段ね、すごいレアっていうわけじゃないと思うんですけども、オスがね、カブトニオイガメって、すごいオスがね、なかなか出回ってはいないんですね。そこで、亀好きの人はですね、オスを、ゲットしたいということで、探してらっしゃると思うんですけど、なかなかね、その TSD を押すとかですね、押す確定っていうと結構ね、値段がするんで、皆さんね、なかなか、押すをね、手に入れることが難しい亀の一つかなっていうふうに思います。他にも、姫匂いとかですね、筋首とかも押すはね、非常に高価ですよね。で、今回は、僕が、今回、ちょっと用いた亀の雌雄の判別方法を、ちょっとね、説明をしていこうかなっていうふうに思うんですけど、僕流なんでね、全部に当てはまるかどうかわからないですけど。そして、その前に、今までね、成長した亀ちゃんたちを見ていきたいと思います。はい、こちらが、うちの、亀で、日本石亀の、今年のね、CB、去年か。去年の、夏に生まれた個体ですね。見てください。こんなにね、黄色くなりました。はい。すごい黄色になったなっていうふうに、特にこの子がね、一番黄色になった個体で、この背中のボコボコ、ジャワサイのような、ボコボコと、この結構この縁、で、この結構その黒のね、つぶつぶみたいなこのまだら模様があんまりね、この子は入ってない。そういうところもね、一つの、結構この子はすごい綺麗になったなっていうふうに思いますね、色がね。はい、どうでしょうか。日本石亀、こういうふうに色をね、どんどん、色のクオリティを求めていく、色のね、鮮やかさを求めていくっていうのもね、一つの楽しみ方かなっていうふうに思いまして、今年も、この子の親はね、産卵して、今年はどんな色の子が生まれるんだろう、この子よりもっとね、鮮やかな黄色の子が生まれるのかっていうのね、楽しみですし、この子がね、親になった時に、この子の子供がね、どんな色になるかっていうのもね、すごい楽しみな個体かなっていうふうに思います。で、もう一匹の方の、日本石亀を見てみると、こんな感じです。こっちの子はどっちかっていうと、ちょっとオレンジがかってる色をしてますね。黄色っていうよりも。オレンジっぽい色です。どっちかっていうとちょっと濃い。で、こういう風に、黒の柄が結構入ってますね。上から見ても。この子もこの子ですごい綺麗な色だなっていう風に思います。ただ、さっきの子と、比べると少しね、色のタイプが違うのかなっていうふうに思いますね。こっちの方がびっしり黒いまだら模様が入ってるように感じますね。はい、2匹ね、ちょっと並べてみるか。2匹を比べるとこんな感じ。最初の子が下で、上の子がこんな感じですね。そしたら他の亀を見てみましょう。で、こちらが、八重山石亀。で、八重石もね、結構、大きくなってきました。で、この子が、うちの子、この何匹かの中でね、他の子もそうなんですけども、こんな感じで大きくなってきました。顔。やっぱ室内で育ってると、色がね、比較的薄いかなっていうふうに。で、後ろの方がちょっとタコになってますが。
八重石、今ね、冬眠中ですが、たまに日向ぼっこみたいな石に出てきたりもします。繁殖もそんなに難しくなかった印象で、冬もね、冬眠も十分に行われてますね。そこまで深くしない方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。やっぱ温度が、まあ大体、そうですね、泳げるぐらいの温度の時に捕まるもんがあって息継ぎできないと溺れちゃうってこともあるんで、捕まるところがあってしっかりね、息継ぎができるような環境があれば、冬眠も全然いけちゃうなっていうふうに思いますね。山石川です。そしたら今回ね、本題の亀を見ていきたいと思います。よいしょ。で、今回見ていく亀がカブトニオイなんですけど、まずこちらがね、以前お迎えしたカブトです。今年のベビーで、雌雄は分かんないんですけど、雌雄は分かんないです。この子ね。で、この子が僕がオスだと思うっていうふうで、今日お迎えしたカブトニオイガメなんですけど、ちょっと見ていきます。後ろはこんな感じです。はい、こういう感じですね。どうですかね、オスっぽいですかね。はい、特に TSD、そういうのはなかったです。はい、でもうオスだっていうふうに僕が思った理由として、実はこの子、まあよくねホームセンターであるような小さいね水槽の中で泳いでたんですよ。でその時にこの尻尾を丸めてね泳いでるんですね、この子は。でもう一匹同じサイズぐらいの子がいて、その子は尻尾をピーンって伸ばして泳いでるんですよ。でオスを、まあ他オスのカメ他に飼っていて思ったのが、やっぱオスはですね、このカメの生殖器、尻尾にある生殖器を守るために常にね尻尾を曲げて泳いだりしてるんですね。他の例えばアラバマチーズガメのオスも以前ね室内で飼育してたんですけど、この子はねメスですね。オスはね泳ぐとき尻尾丸めて泳ぐんですよ。でこれ他のカメにも言えることだと思うんですけど、どんなカメ、まあどんなカメか分かんないけども、僕が飼って何種類かのカメはやっぱ尻尾丸めて泳ぐ。でこのオスもそうしてたんで、なんでこんなに尻尾をガードしてるんだろうって思って、あオスなんだなっていうふうに思ったんですね。でこのサイズのまあカブトでもちょっとオスっぽいですよね、見た感じもね。曲げてるんで、尻尾やっぱ曲げて伸ばそうとしないじゃないですか、こうやって持った時に。メスだったら伸ばしたりします。 でもこの子は伸ばそうとしなくて曲げてて、しかもこの膨らみが結構ね先っちょの方まで来てると思います。こんな感じで、だからこれはね、この子はかなりオスっぽいと思って購入しました。で値段もねそんなに、まあこれ普通のカブトニオイの価格で売ってたんで、まあ、もしカメをねオスをゲットしたやつは、まあ、例えばホームセンターとかそういったところで泳いでるのを見て、そのカメがどういった泳ぎ方をしてて尻尾を曲げて、まあその生殖器をガードしようとして泳いでるかっていうのを見て、これもしかしたらこの子よりも小さいサイズでもそういう風な泳ぎ方をしてるオスがいるかもしれないですよね。そしたら結構ね、幼少期から性別を判断することができるんじゃないかなっていうふうに思います。例えばね、この子が普通に、プラケースで、カップみたいなね、ケースで売られてたら、オスかメスか正直に僕わかんなかったと思います。こういうメスもいるんで、ただ、今回そういった水槽だったんで、まあわかったような気がした。まあこの子は実際ね、オスになるかっていうのはね、もうちょっと見て判断していきたいと思うんですけど、結構ね、その泳いでるのを見た感じ、まあ9割
ぐらいの確率で押せないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。なんで、一応ね、今、カブトが、今6匹いて、で、その中で1匹ね、オスっぽいのがいるんで、この子でね、オス7匹になって、オスが、オスっぽいのが2匹になったっていう感じです。はい。なので、ちょっとね、この子の成長も見つつ、どんな風にね、今飼ってるカメちゃんたちが成長してるかを見ていきたいと思います。じゃあ皆さん、そろそろね、外にカメも出てきたんで、外のカメもいろいろ見ていきたいと思います。で、ちょっとね、皆さんにお見せしたい。見てください、こちら。グッピーがね、めちゃくちゃ増えたんですよ。で、最初2匹ね、この子と、ここにいる子と、あともう1匹オスがいて2匹だったんですけど、実はこんなに増えました。この冬で。ちょっとね、餌を入れてみると。餌が入ると、どうだ、反応は。こんな感じで。すごい増えました。グッピーもこの子たちワイルドグッピーってコロンビア産のグッピーなんですけど、すごいね綺麗な色をしてて、一匹一匹ね存在感があって、すごい綺麗な魚だなっていうふうに思います。でカメを飼ってる方は、まあ、増やすのをね、ちょっと念頭に置いてる方もいらっしゃると思うんですけど、グッピーもね増えたらすごい楽しいですね。で卵胎生ってことで卵を産まないんで、こういうふうに結構ね、簡単に増えてくれるっていうのも一つの楽しみかなっていうふうに思います。で僕の場合はね、もう3ヶ月、4ヶ月ぐらいか5ヶ月ぐらいか、水替えをしないで足し水だけで飼ってるんですけど、こういうふうにね、コカナダモを入れてそのまま、飼育するっていうのも一つの楽しみだと思います。水替えをねあんまりしない方が安定したりするので、はい、こんな感じで増えてます。で実はね、ここで植物も一緒に飼ってて、こちらは、雪の下。以前雪の下をろ過としてね、活用してた時があったんですけど、こんな感じで、ね、60センチ水槽の上部で雪の下を育ってます。でこのランナーね、このツタでどんどん増えていくんで、それも面白いかなっていうふうに思います。でこうすることによって硝酸アンモニアのね除去を行うことができるので、まあ、植物を楽しみながらろ過もね行うっていうの一つのね、まあホビーというか、まあ趣味としてはすごい楽しいなっていうふうに思います。で、グッピーなんですけど、奥にねベビーとかもいるんですけど、見えますかね、奥の方にベビーも、まあ、こういうふうな感じでちっちゃい子たちもね、食べられずに育ってますので、本当に楽しめる魚かなっていうふうに思います。こんな感じでいます。いっぱい。今もう何匹いるかわかんないですけど、かなりいるよな。多分5、60匹いるのかなっていうふうに思いますね。皆さんもぜひグッピーね、買ってみてください。面白いです。では皆さん、グッバイ。